コヘアピンから立ち上がってきます。佐藤蓮順当なスタート、大川、そして3番手あたりのドライバーが吹っ飛んでいったか。さあラインの方がかなり乱れましたね、飛んで乱れたような形になりましたが、1人1台大きく遅れてしまった、2台大きく遅れてしまったドライバーがいます。さあトップは佐藤蓮、2番手に大川、3番手に徳永が入ってくる。徳永桔梗3番手に浮上、4番手には国分ですね、4番手には国分、5番手に青山、6番手に名取、7番手には緑川というオーダーです。ただ勝負遅れてしまったのは一条健吾と、そして武井春人。武井春人は今シーズン流れが良くない、ありません。開幕戦もそうでした、この第2戦もそうなってしまうのか。そして7番、14番の近藤海も1人大きく遅れてしまっています。トップ2は6コーナー、3番手以降が大きく離れました。この周回トップ佐藤と2番手の大川、一騎打ちに持ち込まれているでしょうか。少し離れました3番手は森下国分、4番手名取、5番手青山、少し離れて緑川を先頭に、この集団は5台はいるでしょうか。大きなバトルとなっています。5台のパック、その中に入れ替わりも起きている。3コーナーから4コーナー、トップ通変わらず3番手単独、4番手5番手もテールテイローズ、名取の後ろの青山、ヘアピンに入りたいがこれはダメ。さあそして6番手にはこれ新水が上がってきてますか。14番手スタートからこのカーリングは新水で緑川の前に立ちました。新緑川、その後ろに加藤雄一というオーダーに変わりました。さらにその後ろには徳永がドロップをしてしまっています。トップ2完全に2人の一騎打ちとなっています。3番手には名取決定、そして4番手にはカーナンバージ。さあ3コーナーに何やらあったんでしょうか。3番手には名取、4番手には青山、5番手に6番手に徳永、その後に緑川、さらに関根春樹が続いておりまして、ここがおー2コーナーのところでも変わっていくか。集団のバトルになってまいりました。そして3番手争いが4台のバトル、その後ろ先ほどから競り合っている、ここは第3集団と言っていいでしょう。7番手争いです。トップ2、3番手争いが4台、7番手争いが2台、9番手争いが4台、9番手にはカーナンバー28番の西尾です。トップ2は今4コーナーから立ち上がってきた佐藤蓮の後ろに大川太郎が近づいてきました。ペースは明らかに大川の方がいい。佐藤蓮、ここは耐えられるか。大川が近づいてくる。 FS125 ジュニアから上がってきたドライバーにとってはこのハイパワーエンジンを使いこなすのがまず一番というところですが、カルスのジュニアと連絡関係を取ってきた佐藤はいつも通りひょうひょうとした表情、敵が笑みを浮かべていました。その佐藤の後ろからカーナンバー16番の大川、新東京は舗装が改善されてグリップ力が上がった分、以前のように走っていけば遅くなる、難しくなったコースですというふうに走っていました、話していました大川です。ぐっと近づいてくるトップ2、そして3番手などに4番手に青山、5番手に6番手徳永、ここが一段になって心配しています。徳永と陣がこれ入れ替わりそうな雰囲気に、コーナーで徳永攻めてくるが陣がここを抑えます。去年から連続で地方選に参戦している陣、しかし3コーナーで徳永桔梗が前に出ていきました。
さあここで警告機カーナンバー27番戸澤美穂に対しまして警告が出されました。ホームストレート、トップ規制はほぼ同タイム。佐藤蓮の後ろまで追いついてきた大川ですが、ここは見ているのか、それとも攻めあぐねているのか。周回数は現在9周目、周回数は9周目です。地方線125は20周、レースはそろそろ中盤、折り返しに差し掛かろうというところですが、3番手以降に大きなマージンを築いてトップ2が一騎打ちになっています。大川太郎、開幕戦は第4位でした。佐藤蓮はタイトルごとに追い越しに残ったのにもかかわらず2番手フィニッシュ、一条健吾の追い上げに屈してしまいました。さあ、それが開幕戦の上位を取った2人が今シーズンのまさに主役に名乗りを上げるべくテールトゥーノーズのバトルを繰り広げています。練習走行の段階で速いというふうに名前が挙がっていたのは佐藤蓮、コンマ数秒抜けてたということなんですね。ただしそこにみんな正しい動きがついていまして、佐藤蓮は一発タイムは出ているけど持続という面ではどうかな、そんな話も出ていたんですね。したがってこのロングディスタンスのレースは最後佐藤苦しくなってくるということも考えられます。この前は一条に、今回は大川にやられてしまうのか、佐藤蓮も必死で見えている。6コーナーへと向かっていきます。そして3番手4番手ですが、3番手の名取哲平に対しまして4番手青山聖也が追いついてきました。カーナンバー12番の青山聖也、開幕戦では6位だったドライバー、 RS ゲームではここ新東京のお膝元です。追い上げていく、その後ろから徳永陣の後ろは18番15番と続いていますね。池原氏と緑川拓実です。トップ2は6コーナーへ、現在12周目、残り周回は8周ちょっととなりました。トップ2も3番手争いも5番手争いもそれぞれ一騎打ちになってきました。さあ、これは面白くなってきました。あっという間に戦況が入れ替わっていくかもしれません。トップ2がまた1コーナーへと飛び込んでいく、その後ろからそれぞれのバトル仕掛けるとしたらどこなのか。さあ、この新東京一番の仕掛けどころは1コーナー、3コーナー、そして6コーナーだというふうに聞いています。ただ全日本の FS125 に関してはフロントブレーキが使える分2コーナーでもいけるというふうに、ね、話しているドライバーも多いんですが、そして最後の手段はこのモナコヘアピン、リスクと隣り合わせのこのヘアピン、トップ2はそのまま立ち上がってきました。3番手4番手と近づいている、逆に5番手6番手徳永たちが少し離れた、その後ろに関根とさらに緑川、ここもちょっと離れたでしょうか。もっぱら何かことが起こりそうなのはトップ2と3番手争い、どちらも目を離せません。大川太郎はずっと佐藤蓮に対してプレッシャーをかけ続けている。佐藤蓮の癖を読み解き、どこで仕掛けていくのか、チャンスを待っているかのような大川、動くのはどこなのか。一方が動かない、14周終了、残り周回数は6周です。その後ろのドライバーは2コーナーに今アプローチをしているところだが、ああ、三つどもになりましたね。なんと3番手争いが先ほどまではペアペアバトルだったのが一気に1台になってきた。3番手入れ替わりはありません、名取哲平、4番手青山、その後ろに徳永がついてきて陣も離されない、表彰台争いが4台になります。当選125、そしてここに来て、あら、この周回どうしたんでしょうか、一気に落としてしまった。大川はどこかに仕掛けようとして失敗したか、それとも単純に自分で見つけてしまったのか。そして1コーナーでは三井に変わっていくか、3番手争い、青山が前に出てくる、1コーナーで青山3番手入場。
トップ2佐藤蓮と大川は先ほどの周回区の後半のコースに入るところまではついていたんですが、一気に離れてしまいました。これをもう一度詰めていくのは残り5周では苦しい。そして6コーナーでは陣がしのぎましたが、これは失敗。逆にポジションをドロップしてしまう。名取が前に戻り、徳永、陣、青山とオーダーが先ほどと全く違います。表彰台の上が全くわからなくなってまいりました。3番手争いが5台のバトルになっています。トップ2、6コーナーへ。表彰台にはカーナンバー11番の名取哲平か、後ろから徳永も来る、陣も来る、そのインサイド青山ついてくる。ここは地元のうまさです。青山インガーサイトに入ってきます。しっかり立ち上がりのラインは確保していました。佐々木陣の後ろに関根がついてきた。当選戦125、トップ2は関根が流れまして残り3周。3番手争いは最後のバトルということになりそうです。名取哲平、守りきることができるか。後ろから来ているのは地元徳永、そして青山。できれば陣をかわしましてワンポジションを上げています。残り周回数が2周です。3番手争いのこの5台のバトル、この後ろから緑川、さらには遅れてしまった一条と加藤が続いていて、武井、さらにはカーナンバー28番の西尾も続き、小川も続き、そして近藤も続きとしておりますけれども、まもなくファイナルラップになっていきます。トップ2はもう何事もなければそれぞれ単独でチェッカーでしょう。3番手争いが最後まで分からない。名取哲平の後ろに徳永桔梗ついてきた。これは最後地元ならではのラインでパッシングができるまでのタイムアップまで詰めてきました。1コーナーでは行きませんがかなり接近している。2コーナーでも詰めてきている。確実に仕留められるのは一体どこなのか、何なのか。いや、3コーナーではむしろ前から離れた。青山が先に仕組みだったか。名取哲平は後ろを振り返った。6コーナー、徳永はインナーライン、青山もそのままついていって、これで名取哲平は3番手単独となりました。そしてモナコ4人で後ろから一気に関根春樹も飛び込んできて、さあ徳永、そして青山というオーダーにこの4番手以降最後のバトル決着がつきました。表彰台の一角狙いのファイナルラップだったんですが、3コーナーのところで名取が少しアドバンテージを築き、あとは4番手争いという形になりました。